月7日、自由インド仮政府主犯、スバス・チャンドラ・ボース氏は、空路ビルマに到着。日本と共にアジア解放の戦いに駒を進める、バーモー、ボースの両挙と、ここ最前線ビルマに相対して、今や戦局の切り替え、必勝攻勢の時至る。にあるを心に期して祝前主犯の越兵を受けるインド国民軍、同日主犯はラクシュミ夫人部長らを帯同、バーモー国家代表を正式に訪問。仮政府のビルマ進出を祝福するバーモー首相と共に固く敵撃滅を誓い合う。本議会において東条首相を重ねて、インド解放に実力をもってする援助を惜しまずと、中外に鮮明せる折からビルマ戦線にようやく戦機動く。